はい、今日もよろしくお願いします。明日からですね、令和5年度、大相撲秋場所が始まるということで、まず残念なニュースとしてはですね、照ノ富士がね、休場ということが発表されています。18回目のね、休場ということです。結構休んでますね。そして伯桜鵬ね、こちらはですね、8月末にですね、肩の手術をしたということで、休場になります。ネットとか見てると、なんか半年ぐらいダメなんじゃないかって言ってる人もいますね。半年ね、休場しちゃうと、まあ、幕下ぐらいには落ちてしまうと思うんですけれども、また肩をね、直して、しっかり強い相撲をね、見せてほしいなと思います。はい、そしてですね、まあ、NHK、 自分は NHK のね、大相撲中継見るんですけれども、2日目にですね、新三役のね、錦木のインタビューがね、あるということで、個人的にはすごく楽しみなんですけれども、まあ、新なんとかっていう人は、毎回そうですけどね、インタビュー受けてますけれども、ちなみに3日目はですね、十両に上がってきた高橋ですね、のインタビューがあるそうですね。序ノ口からね、相撲を取って、7場所連続でね、勝ち越して十両昇進を決めたという高橋ですね。はい、そして4日目がね、こちらも新十両で、もともと石崎っていう名前で取ってた、朝光龍、まだちょっと言い慣れない朝光龍ですね。こちらもインタビューがありますね。ヘルニアのね、手術とかをしてね、そこから復帰してきた人ですね。幕下ちょっとね、とどまっていましたけれども、十両に上がってきました。そして5日目のインタビューでね、大の里が出るみたいですね。大の里なんかはね、有名だと思いますけれどもね、いろいろ、幕下ね、付け出し、10枚目付け出しとかでね、話題になったので、みんな知ってると思うんですけれども、ちなみに6日目は、こちらも新十両ですね、向井中野、改め天正鵬っていう名前になりましたね。はい、白鵬の、鳥取城北のね、先輩にあたりますね。はい、ということでね、秋場所の注目、初日の注目の取り組みで、個人的にっていうか、みんな注目してると思うんですけれども、まあ、新大関のね、豊昇龍ですね。豊昇龍は阿炎と対戦しますね。阿炎戦ですね。阿炎ももともと関脇ですからね、手強い相手ですね。嫌な相手だと思います。対戦成績は豊昇龍が7勝2敗ということで、まあ、部はいいのかなとは思うんですけれどもね、油断せずに、初日、白星目指して頑張ってほしいなと思います。また阿炎もね、また三役にね、復帰できるように、初日頑張ってほしいなと思います。大関のですね、霧島、こちらカド番になっていますね。先場所そうですね、6勝7敗ですか、2つの休みということで、負け越しというかね、勝ち越すことはできなかったのでカド番になっています。霧島は小結びに復帰した翔猿戦ですね。こちらも嫌な相手ですね。うん、霧島はね、まあ、カド番ですから初日勝って、いいスタート切りたいですね。またね、照ノ富士がいないということで、ぜひね、優勝争いのね、先頭をね、走ってほしいなと、思っていますけれどもね、優勝争い引っ張っていってほしいなと思います。はい、そしてですね、もう一人大関、貴景勝ですね。まあ、こちらもね、角番の場所になります。初日はね、北勝富士戦なんですね。先場所ね、12勝3敗と絶好調だった、北勝富士ね、勢いそのままに来たらね、面白い、取り組みになるんじゃないでしょうか。これ注目だと思います。はい、そして新関脇の、琴ノ若、こちらはね、正代戦ですね。正代もね、元大関ということでね、意地を見せてほしいですね。ここ1年では1場所ぐらいしか勝ち越してないのかな、正代は。まあ、勝ち越した場所はね、10勝してますけれども、
そうですね、久々に、強い正代を見たいなと思います。そしてね、琴ノ若はね、先場所11勝4敗とね、大関取りのね、起点を作りましたから、今場所もね2桁勝って、来場所ね、大関取りというものにつなげてほしいなと思います。はい、そしてもう一人真のつく三役がね、錦木ですね。新小結びの錦木、錦木はね玉鷲戦ですね。あの錦木ね、33歳で新小結びということですけれどもね、あの玉鷲は38歳ですからね、あのそれに比べたらまだまだ錦木若いと思いますので、ぜひね、先場所のように、場所を盛り上げてほしいなと思います。そしてね、また関脇大関と上を目指して頑張ってほしいなと思います。はい、ということで、令和5年度、秋場所の、注目の取り組みを少し紹介してみました。ということで、明日からね、大相撲中継楽しみに、したいと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。